いろいろ世界回ったけど、浮かぶ城は初めてね。っていうか非常識。ああもう、先輩の手がかり見つけたらこれ？とほほん。仕方ない仕方ない。そこだ。そうそこで行く。オッケー。行くぞだけではないのよ。闇が広がるその時には絢爛舞踏も現れる。人が明日を見ようと思った。ゴミのような街の中でそう思った。だから私が戦うのよ。命をかけて。手加減はしないわ。
すっていうのはいつもデタラメなものよ。覚えておきなさい。あの世まで黄金の翼。せっかく手がかりを見つけたと思ったのに。私はバカだ、私はバカだ。お人よしだ。追いかければいいのに、なぜこんなところで。でもでも、あの人は、あの人にだけは死ぬまで格好つけるのよ。世界移動存在とはな。戦う前に一つ教えてもらおう。世界移動存在、なぜ我々に敵対する。そんなみすぼらしい格好をしてまで。他に道がなかった。それだけよ。諦めるには男が良すぎた。そして死にゆくこの街にはまだ生きようとする人がいる。だったらやれるだけやるだけじゃない。だが、
アララのようにはいかんぞ。誰が敵だって同じことよ。ワンツースリーで吹っ飛ばす。血が騒ぐ。地獄へ落ちろ。これはどうだ。地獄へ落ちろ。you